屋敷森に囲まれた住宅高台から望む都並平野の三居村南都市は富山県南西部にあるし、三居村で有名な都並平野の南部と世界遺産の愛の倉、菅沼が主将り集落を有する五日山からなる。都並平野南部にあたる平野部では、市街地を除き三居村の景観が見られ、西部の両白山地、東部の高清水山地、 南部の飛田高地により有字型に山地に囲まれている。飛田高地の北端にあたる五海山は起伏の激しい地形である。日本海側気候であり、年間日照時間が少なく、一年を通して鈍天が多い。冬季は、降水量、降雪量が多く、中でも福密、上花、平、上平、戸賀の各地域は、 特別豪雪地帯に指定されている。平野部の最新積雪量は1 5 0トルを上回る年もあれば3 0トル程度の年もある一方で、山間部は少ない年でも1メートル以上、多い年では約4メートルの積雪があり、県内の居住地では最も積雪量の多い地域である。また、平野部は北を除く山方が山地に囲まれているため、 フェーン現象の影響により、猛暑日を記録することがある。総人口の95%以上が、総面積の半分に満たない平野部の旧5町村域に分布する。川田工業をはじめとする製造業が平野部に立地している。大建工業は稲見が創業地である。また、北平と山、アニメーション制作会社である、PA ワークスもある。 かつてはカロリーナの本社も存在した。福密地域では日本国内産の木製バットの半数が作られており、往年のプロ野球選手の約500本のバットが展示されているなんとバットミュージアムが存在する。稲見地域では伝統的にランマ、獅子頭などの基調国が盛んで、4年に一度南都市稲見国際牧彫国キャンプが行われている。 小売業は、主に隣接する金沢市、都並市、小矢部市に、買い物客が流れてしまっており、衰退している。南都市給付の庁舎。2020年6月末まで市長室があった。2009年に、南都市省を模した公式マスコットキャラクター、南都くんが誕生した。南都市は、地上一般放送局の免許を取得し、南都、チャンネルとして、 エリア放送を実施していた。ワンセグのみではなく、フルセグとしても放送していた。2020年11月28日現在、旧自治体が提携し、南都市が継承した日本国内の島妹都市は、以下の通り。旧自治体が提携し、南都市が継承した日本国外の島妹都市は、以下の通り。南都市成立後、以下の提携を結んだ。この 南都市友好交流協会は次の自治体を交流先として掲げている。また、下記の自治体交流組織に参加している。南都警察署が管轄している。都並地域消防組合が管轄している。保育所出展、鉄道は1972年までは、下越能鉄道下越線が通っていたが9月16日に全線が廃線となり、 西日本旅客鉄道の運営する上花線だけが現存する。下越線の跡地は自転車道路に転用されている。愛の倉合唱集落菅沼地区の合唱づくりは出身地域、駐車区出展参考文献。ありがとうございます。